あはいはい、そういうことね、完全に理解したわ。取りまし姉のやり損ねた任務を俺っちが代わりにやれってことっすよね。でもし姉がやられたんすよ、俺っちで大丈夫なんかねー。そもそも WCBT の最中に問題行動を起こすのも嫌なわけだし。はぁ、あ、天の絵にどうしてそこまで執着するんすかね。上は、八地方に分けられた、神に最も関係が近い名家、八神柱、の消滅、昔からやっててほとんど意味なしてないんだからやめたらいいんすよ、本当。はいはい、わかりましたよ。ただ面倒なことになったら対応してもらいますからね。じゃないと普通に仕事投げて逃げますよ、俺っち。はいはい、それじゃあ。働きたくねえ、とりあえず、ターゲットをいかに楽して手に入れるか。トリマ、東京の監視カメラ全部ハッキングして、標的を見つけたら金に困ってる市長にでも仕事投げればいいか。下級の市長に頼むと俺っちまで足が出そうだから、ボイチェンと、シアーネのネーム下流か、シアーネが死んだって情報はまだ上層の市長にしか行き渡ってない情報なわけだし。東京にいるベルディア市長も別件で動いている以上、ブッキングしないように動き回らないとな。メンド、お、いた、結構可愛いじゃん、もったいないねー。取りまらちってもらおうか、受け取り場所と依頼するやつは、と。それで、私は全部嫌になっちゃって、今まであったもの全部捨てちゃったんです。そんな、それは親が悪いの、子とかが悪いの。そうですね、私が娘としてダメだった、そう捉えることもできますね。言い切らないんだ、親が悪いって。言いにくいですよね。私が聞く限りだと琴香さんは被害者のように見えますけど。正直、私は相手が悪いと決めつけてます。でも自分も悪いところがあるかもしれない。そう考えたくないからこうやって決断してしまって考えたくないのかもしれませんね。いいんじゃない。決めつけても、悩んだり、後先後悔するって感情はわからないけど、それさえしない選択であるなら。すごいですね。私たちより幼いのに、そんなにあっさりと。本当です。私は今でも悩んでしまうのに。私はそこまで執着しないんだよ。だからどこまでも他人事だし、表情には出してもそれは偽り、中身は何もない。それがアンドロイドなんだよ。先ほどから聞くアンドロイドとは、気にしないでください。かなでさんはずっとその孤児院に。いえ、いろいろな孤児院を転々とさせられました。潰れたり、年齢制限があったり、理由は様々でしたが、今の質量業界は来て2年くらいですね。結構最近なんですね。確か今年で20歳でしたよね。はい、なので実質孤児としての期間も終わりです。今の質量協会は数ヶ月前に6名の子たちが行方不明になってしまって。それで協会の主もひどく落ち込んでしまいまして。行方不明、何か事件か。わかりません。先生も数日かけて探して回って。でも見つからなくって。消えたって感じだったんだね。はい、それで質量協会も孤児が私以外全くいなくなり、今は私と先生の二人暮らしです。かなでさんは、これからどうするのですか？わかりません。大した勉学もしてきませんでしたし、孤児院の先生には何種類かの資格が必要とも聞きましたし、質量協会は他の孤児施設と違って個人施設だから、先生一人が何とかやりくりしてくれてましたけど、私が働くとなると、人材費用、しかも孤児がいない今、お金が入ってこない上に日本の最低賃金を下回らないほどの賃金を提供しなければならない。なるほど、そこでお手伝いしたいけど、それをすると逆にその、先生、を苦しめるってことなんだ。はい、なので、できればどこか働き手があれば、でなければいかがわしい撮影のお仕事や、肌を露出したお仕事、殿方を接待するお仕事を視野に入れなければ、あれ、でしたらパト君に聞いてみますよ。パト君とは、私の大事な方です。彼は世界テロの復興で世界中回っているらしいので、かなでさんも困っている人たちを助けたいならいいのかなって、今は東京にいらしているのですか。うん、WCBT っていう格闘の世界大会、今日は2回戦だね。お強いのですね。他にも私含め、6名の女性の方と共に過ごし、最近だとエテルちゃん含めて5人、月下先輩も含めると12名ですね。私たちは主様の従属だしね。結構人がいるのですね。女性が半分いるという感じでしょうか。いえ、パト君以外、全員女性で半分が婚約者もしくはお付き合いしていて、残り半分は従属ですね。はそれってハーレムですか？しかも全員とお付き合い、半分は従属だって。先ほどから言っている従属とは何ですか？どこの異世界ファンタジーのお話ですか？従属は従属、主様の所有物、上下関係があるの。別に方針的に従うのは自由だけど、それでも所有物、ということは全員そのパトさんの女ってことですか？そうなんですけど、なんか色々と誤解されてそうですね。こんなご時世で数十人の女性と関係を平然と保ち、養える器、そんな中世時期の王のような方がこの時代にもいたとは、恥ずかしすさまじい勢力なのでしょ
う、毎晩数人の相手をするのですから体力もすごい。でも誰一人不満を持たせないリュック釣りや器の大きさがある。それはそれは。パト君はそんな方じゃないですよ。僕がコトカさんの物好きですね。私も誘ってハーレムメンバーを増やそうだなんて。例のライバルではなく、同じく性への探求を一人の殿方に向けて追求したいという同胞を求めているということですか。どうするのさコトカ、すごくめんどくさいよこれ。私が悪いですね。あの現状を見たらすぐに納得するのですが。そういえばエテルさんはまだ幼いですよね。まさか、エテルさんにまで、どんなでも漏らしているというのですか。国の法然無視で不純異性交流、もうこれは国への宣戦布告ですね。責任持ってよ、私知らないから。とりあえず落ち着きましょう。いろいろと勘違いされてますので、あと他の方の迷惑になりますのでお静かに。ハイは、最初は何を見られるの。裸なら安心ですね。私はグラビアにも負けないボディを持っています。経験はありませんが、むしろその方がトトさん好みに開発できるというもの。あの、ちょっとこのお話やめましょう。エテルちゃん、すみませんが会計お願いします。はい、カードで。はい、一括で。ポイントカードはないよ。はい、帰るよ。会計済ませたんだから。時間は14時半。そろそろ帰らないと主様たちも終わって帰ってくるかな。必要境界まで送りますね。そうですね。普段どんな濃厚なプレイをしているか気になりますが、公共の場でははしたないですからね。わかってるなら自重したらいいのに。では今日パトさんに会ったらご連絡お願いしますね。はい、私もまだ新参者ですから、どうなるかはわかりませんよ。ハーレムに加えていただかなくてもいいのです。一緒に世界復興のお手伝いができれば。ハーレムとあまり言わないでほしいのですがね。それはすみません。ですが人助けを仕事にできるのは私にとっても本望なのです。わかりました。それではまたご縁と時間があればお茶をお願いしますね。あら、お客さん、珍しいわね。先生、今日は早くに帰っていらしたのですね。そうね、あの子たちの情報を探していたのだけど、行方不明からもう3ヶ月。もう大丈夫ですよ先生。しっかり者のパラスケちゃんやサーバちゃんがいたのですから。そうね、でもあの子たちは私にとって本当の娘同然だからこそ心底辛いの。パラスケ、まさかパラスケ副会長のことですか。私が新生女学院の生徒会長をしていた時に突如学校に来なくなり、そのまま退学したと聞いていましたが。会話中にすみません。あなたはパラスケさんの保護者なのですか。そうね、あの子がここに来たのは、そう、まだあの子が中学生くらいの時だったわね。無残な事件があって私が保護したの。それで東京でも名門な新生女学院に入学するほど優秀だったのに、今年の4月に行方不明になってしまって。なら退学理由は自主退学ではなく行方不明によるものだったのですね。あなたは。私は月読みことかと言います。新生女学院の生徒会長をしていた時にパラスケ副会長にはたくさん助けていただいたので。そうだったんですね。まさかお知り合いだったなんて。そう、ならごめんなさいね。本当は辞めさせたくなかったのだけど。いえ、家庭の事情もありますし、そこは。それに私も今は学校を辞めています。そう、ならせっかくだし中でゆっくりするといいわ。大したものはお出しできませんが、あの子のお話を少しでも聞けるのならそれで私は。すみません。郵便ですかね。私が受け取っておきますね先生。お願いするわ。あれ、宗教の勧誘ですか。いいえ、配達を頼まれていまして。そうなんですか、珍しいですね。ねえ、気をつけた方がいいよ。その人すっごく悪意に満ちてる。え、余計なことを。対象物捕獲完了。直ちに目的地に移動する。あの服は悪心境。邪魔な子。もし処女どもがいなければそのまま口出しにできたものを。ああ、奏で、誰か奏でを。邪魔だ、さっさと消えろ、カスども。どうするの、追いかけるの。追いかけれるのですか。土屋様、匂い覚えてる。バッチグーだよー。あれは数日はお風呂入ってないねー。それじゃあ私は別路線で追いかけるから、スティア様はことかについてて、こっちは寝かせて行ってらっしゃい。電脳か。それじゃあ行こっか。私走れないので先に行ってもらえたら。大丈夫だよー。匂いの動きで大体どこに行くかとかある程度わかるから。目的地は大会会場だねー。変わるかもだけど、何もなければそこだねー。なんでわかるのですか。全知衛天支配だねー。知りたい情報から即最善の回答が全自動で出てくる能力だよー。検知機能もあるから欲しい情報は自動で更新されるしねー。それじゃあ歩いていこうかー。ちょっと待ってください。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。